はい、野良の皆さんと、ノックアウトやっていきます。今回はエアライドというやつですね。なんか、お前のチーム全員名前ひらがなだな。いいじゃん、統一感があって。てか私も初期スキンでくればよかったわ。一人だけ浮いてしまったフラップジャッキーであった。今回は空を飛ぶモードらしいので、ジャンプ力の高そうな、ウサギのスキンを選択したよ。まあ気分の問題だけどね。ところで空を飛ぶって、どういうことなんだ？私も初めてだからよくわからないけど、どうやら低重力で、ジェットパックも付与されてるみたいね。さ、トーナメント戦が始まるぜ。前のシャッフルでは優勝できなかったから、今回でリベンジしたいわね。さて、場所は霊夢がよくソロで来るところだな。武器は青の SMG ね。と、そこになんかアイテム落ちてない？ほんとだ、ミニポじゃねえか。やばい敵も来てる。けどなんとか先に取れたわ。今回は、武器やアイテムも普通に出るみたいだな。序盤でいかに物資を集めるかが鍵になりそうね。そういう意味では、上の宝箱2つ取られちゃったのはまずいかも。でもミニポ飲んだからとりあえず戦えるな。この崖、ジェットパックで登れるのかな？まあわかんないけど、とりあえず行ってみよう。お、これギリギリ大丈夫そうだな。あれ、さっきのニャッスルはどこ行った？まあいいや、別の敵いるからあの人を。って待って、めっちゃ浮くんだけど。そりゃそうだろ、低重力なんだから。やばいダメだ、全然狙いが定まんない。うわぁ。下手くそすぎだろ。もういい、ジェットパックとか関係ない。しっかり地に足つけて戦おう。いや、どっちみち全然当たってねえじゃねえか。なんかキルパクだけしてしまった、申し訳ない。あ、これ近くに敵飛んでくるんじゃね？最悪下に逃げるとして、ギリギリまで攻めるわよ。あのニャッスルを登らせる前に倒したい。さあ、逃げろ逃げろ。危ねえ、銃だけ残った。とりあえずやられないようにしないと。味方さんのおかげで、8対4とかなりリードしてるな。てか補給物資とかも落ちてくるんだね。で、ああ、現在なくなった。いや、さっきからガバガバすぎだろ。今回は味方さんのおかげで勝てそうだけど、早くこの環境に慣れて、次のラウンドからはちゃんと活躍したいわね。霊夢がこんなんじゃ、優勝は難しいぞ。なんとなく戦い方が分かってきたわ。できるだけ早い段階でアサルトをゲットして、こうやって飛びながら打ち合えばいいのよ。さて、今ので9対8か。かなりの接戦だな。うわ、やばいやばい、下から撃たれてる。私がタダでやられたら同点になっちゃう。なんとか少しでも敵にダメージ与えたかったけど、空中で倒されてしまったな。お願い味方さん、頑張って。なぜかいつの間にか一人減ってたけど。ええー、マジか。でも、このルールなら3人でも勝てる。みんなで力を合わせましょう。向こうで味方さんが2人の注意を引いてくれてるな。その隙に私が地面から、しっかり狙っていく。でもまだ同点、10対10だ。今ここに飛んできたマイダスを、なんとか仕留めたい。よし、リードを奪った。あとはこのまま、誰もやられなければ勝ちだぜ。く。でも下で銃声が。頑張れ味方さん。ああ、追いつかれた。でも結構削ってくれたはず。私が上からとどめを刺すわ。おお、土壇場で再び勝ち越し。あとは数秒逃げ切れば勝ちだ。やったー。このラウンドはナイスだったぜ。さあ、いよいよ準決勝。ってなんだこれ。私以外初期スキンとアクアマンしかいないじゃないのよ。やっぱり霊夢の場違い感がすげえな。いや、私はコンセプトを持ってウサギだけど、なんで空飛ぶモードでアクアマンがこんなピックされてんの？アクアマンも、たまには飛んでみたいんだろ。このラウンドは幸い、序盤で青宝箱から金スカー拾うなど、とても武器運に恵まれました。最初にみんなで建物に入ったのが功を奏したな。く。でもあの人あとちょっとなのに、倒しきれなかった、仕方ない近くの敵を相手するわ。お互い落下、地上戦になったな。福丸がうまく当たってくれて、ギリギリ倒せたわ。さっきスカーで追い込んだ敵は、味方さんが撃ってくれてるわね。3人になっちゃったけど、少数精鋭で頑張ってるな。序盤からかなりのリードを取れたわ。おっとあそこの援護に入らなければ。その必要はなかったな。よし、やっぱり金スカー強い。3ポイントリードしてるから、あとはやられないように。上から適当に爆弾でも投げとくわ。へぇ、C4 とかも出るんだこのモード。遠すぎてどうなったかよく見えないけど、これで勝ちね。いよいよ、決勝戦。気が引き締まりますね。相手はかなり強くなってるはずだ。全力でぶつかるんだぜ。まずはみんなで仲良く建物に入って物資集め。まあ私はまだ弾しか見つけれてないんだけど、アサルトがないとちょっと不安だな。あ、ミニポあったんだ、いいね。二
二人で分け合って飲んでるな。私も早く、何かいいもの見つけないと。って、ミニポ投げてくれてる？もしかして、私のために？おお、なんて優しいんだ。ありがとう、ありがとう。三つのミニポを、仲良く三人でシェアだな。これで全員シールド25ね。さあ、頑張るわよ。補給物資から金の菊丸出たけど、本当はアサルトが欲しかったな。おっと、あの人。補給物資開けようとしてるのね。ジェッパで飛んでるから、まだ気づかれてないわ。うおお、奇襲だー。ここ絶対勝たないと、補給物資も取られるからな。くそ、あとちょっと。これでなんとか頼む。よし、この勝利はでかい。コインなんか構ってる場合じゃない。急いで開けるわよ。お、スカー出たな。しかもこれ、バンテージバズーカさては強いんじゃね？自分も味方も回復できるもんな。だが、さすがは決勝の相手。3対5とリードを許してしまった。ここは私が木の上から。頑張ってキルを狙うわよ。ここなら飛んでる敵も撃ちやすいし、足ついてるからしっかり狙えるしね。お、早速1キルだな。やばい、この場所マジで最高。どんどんキルが取れる。残り1分で同点になったぜ。この敵もシールド割ったから、このまま SMG でとどめを刺す。よし、なんとか届いた。3連続キル、さらに味方さんのキルで、ポイント差逆転だ。あの人もストーム入ったから、多分あと一発だ。よっしゃー、4連続キル。さらに攻撃の手を緩めず、リスポーンした敵を狙うわよ。オラオラー。まさかの5連続。そしてもう一丁。決勝戦で謎の覚醒タイムが訪れたな。やった、ポイント差は4にまで広がった。あと30秒、もう1キルくらいできれば決定的だが。真下の白い敵、上から倒せるかもしれない。うわ、でも飛んできた。すれ違うと当てづらいな。頼む SMG でなんとか。もうちょっとなのに。霊夢はストームに入ってやられちゃったな。しかし相手が追いつくには、あと3キル必要。最短でも私を倒すしかないはず。さらに味方さんが差を広げた。おお、これでもはや勝利は決定的。さらにダメ押しのポイントも入る。あとはのんびりと飛んでれば勝ちだな。そうだけど、勝利の急降下よ。やったー、優勝だ。いやー、トーナメントで勝てると嬉しいね。地味にスクワットでのビクロイ初だったのか。シーズン終わる前に、ビクトリーツアーコンプできてよかったわ。優しくて強い味方さん、本当にありがとうございました。ということで、ノックアウト、エアライド、いかがだったかな？チャンネル登録や高評価、クリエイターサポートはグサをゆっくりまで、よければお願いしますね。それじゃあ、私たちはこの辺で失礼するぜ。また別の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。